皆さんこんにちは。お元気ですか？市民の皆さん、松本明憲です。木戸優希です。まずこちらからご覧いただきましょうかね。はい。主婦をついた1月の話題なんですけれども、はい、中止備えるということで、はい、1月17日阪神淡路大震災を教訓にですね、家庭防災グッズを準備する様子紹介されていますね。はい。これね、食べ物とかね、水僕用意してるんですけれども、はいはい、ラジオ、あとコンロ、はい、これ用意してないんでね、ちょっとこれやばいなと思いましたね。そうなんですね。いやでも私もついついね、こう食料を中心に詰めてしまってるんですけども。そうだ、なんかね。そうなんですよ。ちょっとね、こういう見落としがちなところもあるかなと思いますので、はい、この機会にやっぱり非常持ち出し袋を見直してみたいと思います。ですね。はい。ちなみにですね、こちらご覧ください、はい、特集は万が一に備えると題しまして、地域、家庭、訓練と3つの視点から防災について掲載されています。まあ、この機会にぜひ防災について皆さんね、考えてみてください、はい、では番組進めてまいりましょうか。はい、まずは吹田市の出来事などをご紹介する吹田のトピックスです。12月13日、名シアターで吹田ティーンズクラシックフェスティバルが行われました。これは市と吹田市文化振興事業団が音楽家の卵の育成とクラシック音楽の楽しさを普及すること、若く輝く才能の発掘と発表の場の提供を目的に開催しているものです。参加資格年齢は10歳から大学生までで、この日は予選を通過した17組が中学生以下の優れた演奏者や将来性ある演奏者に贈られる若竹賞とさつき賞、高校生以上の優れた演奏者や将来性ある演奏者に贈られる岸光一賞と吹田市長賞を目指し、ピアノや弦楽器の演奏、歌など日頃の練習の成果を存分に披露していました。またティーンズの演奏後にはプロの演奏家ファイブベルズが演奏、後半には関西フィルハーモニー管弦楽団やファイブベルズに指導を受けた市内の中学校3校の吹奏楽部も共演し、観客を魅了しました。そして表彰式ではさつき賞、若竹賞、吹田市長賞、岸光一賞をはじめ、奨励賞や観客の投票によって選ばれた観客賞などの表彰が行われ、若い音楽家たちの才能を称えました。今日は長時間ありがとうございました。12月27日メインシアターで1年を締めくくるスペシャルコンサート吹田市民の第九2015が開催されました。これは世界で活躍する指揮者藤岡幸男さんと関西を代表するオーケストラ関西フィルハーモニー管弦楽団の演奏に合わせ、市民など一般公募によるメインシアター晴れ合唱団と高野台中学校第六中学校合唱部がベートーベン交響曲第9番を歌い上げる年末恒例のコンサートで、今年で10回目を迎えました。はじめに高野台小学校合唱部の児童が藤岡さんの指揮で地球を包む歌声や花や咲くなどの曲を披露しました。続いて合唱団、オーケストラ、ソリストがステージに勢ぞろいし、藤岡さんの指揮のもと第九の演奏が厳かに始まりました。このベートーベン交響曲第9番2短調作品125合唱譜はベートーベンの最後の交響曲で、19世紀初頭までのあらゆる音楽の集大成と言われている記念碑的な大作です。第1楽章、第3楽章まではバイオリン、チェロなどの弦楽器と管楽器などが時に激しく時に幻想的に美しいハーモニーを奏でます。そして
第四楽章、ソプラノ、アルト、テノール、バリトンのスリストたちの独唱から総勢およそ280人による歓喜の歌の合唱が始まりました。クライマックスではステージの出演者と来場者が一体となり、会場は深い感動に包まれていました。1月4日、アサヒビール吹田工場ゲストハウスで新年懇談会が開かれました。これは市と市議会が市に関わりのある各種団体の代表者などを招き、新年の挨拶を行うとともに交流を深めてもらおうと毎年行っているものです。この日は後藤啓司市長、奥谷正美市議会議長、吉瀬武市議会副議長、吹田が出迎える中、およそ600人が会場を訪れました。はじめに後藤市長が、昨年はエキスポシティがオープンし、市立吹田サッカースタジアムが完成するなど大きな変化がありました。これから先人たちが積み上げてきた大輪の花が咲こうとしています。市民に寄り添い、ありがとうと言われる市役所づくりをしていきたいと新年の抱負を述べると、続いて奥谷市議会議長が国立循環器病研究センター、市民病院の移転などハード面の充実だけではなく、地域との絆の深さでも評価され注目を集めています、吹田のまちづくりに全力を注いでいきたいと挨拶しました。またガンバ大阪社長野呂照久さんが壇上に立ち、天皇杯連覇を報告、今年の市立吹田サッカースタジアムでの活躍を約束しました。そして元吹田市議会議員で組織される団体雄山会会長の元田正幸さんの音頭で乾杯が行われました。参加者は新年の華やかな雰囲気の中、今年の抱負を話し合うなど交流を深めていました。いやー、吹田市民の大工、はい、素晴らしかったですよ ね、 そうですね。歌詞がドイツ語なんですって。あれそうなんですか。はい、本当に素敵な歌を。ダンケシェン、ドイツ語でありがとうと言っております。以上トピックスでした。続いて特集いきましょうか。はい、今回は吹田の風景年の瀬と題してお送りします。それではどうぞ。2015年、占領下北小学校の開校と市立吹田サッカースタジアムの竣工など、市内ではさまざまな出来事がありました。そんな2015年が暮れゆく12月、市内では年末を感じさせる行事や新たな年を迎える毎年恒例の風物詩が行われました。今回はそんな年の瀬をテーマに紹介します。江坂の冬を彩るアステラス江坂ウィンターイルミネーション、江坂の街並みをロマンティックに演出するイベントとして市民に親しまれています。江坂公園北側に130メートル続くポプラ並木には、黄、赤、青、白の光を放つおよそ5万球の LED が取り付けられ、周辺を幻想的な雰囲気に包みました。高さ10メートルのセンペルセコイアには大型の LED が装飾され、
葉の間からこぼれる光が江坂の街を優しく照らします。豊津公園の木々には赤や青の LED が取り付けられ、昼間とは違う公園を演出しています。パシフィックマークスビル南側庭園の木々にも明かりが灯され、冬の江坂を幻想的に演出しています。ビジネス街から帰路を急ぐ人たちも足を止め、ライトアップされた景色に心癒されているようです。芽が出ることから縁起の良い食べ物として正月料理などに使われるくわい。すいた特産のすいたくわいは、一般的なくわいより小粒でえぐみが少なく甘いのが特徴です。市内にある平野農園では、小学生や大学生が協力してすいたくわいの植え付けと収穫を行っています。12月の収穫時期を迎えると、子どもたちが大学生の力を借りて桑を使い、畑を掘り起こし、直径2センチから4センチに育ったスイタクワイを次々と収穫していきました。収穫したスイタクワイはコロッケや素揚げなどに調理され、参加者に振る舞われました。おいしい、おいしいです。スイカを代表する冬の味覚です。なんか後から取りたいもない何でもいいです。これでビグチ町の勝山神社に毎年飾られる絵とを描いたジャンボ絵馬。今年の絵と猿を描いた絵馬がお目見えしました。絵馬は高さ3メートル60センチ、幅5メートル40センチの将棋の駒型で、1メートル80センチ ×90 センチの畳台の板を12枚つなぎ合わせた巨大なもの。今年は災難、魔焼きの果物といわれる桃の実がなる木と、雲に乗り赤いちゃんちゃんこを着た一興なる猿が描かれています。毎年年賀状に使うため写真を撮りに来る人がいるなど、市民に愛されています。つくも台にある千里南公園内の花壇に、今年の絵と猿が葉ボタンで描かれました。 76.8 平方メートルの六角形の花壇には、
赤紫色のハボタンおよそ1250株とシルールのハボタンおよそ1610株が敷き詰められ、色のコントラストで愛らしい猿の顔が描かれています。公園を訪れた市民は色鮮やかなハボタンで表現された可愛らしい猿を楽しんでいました。クリスマスを前に、市役所正面玄関前に一対のジャンボ門松が登場しました。この門松は吹田市、豊中市にまたがる千里緑地で竹林の保全活動に取り組んでいる千里竹の会のメンバーが来庁舎に大きな福が授かるようにと12月19日と20日の2日間で制作したもの。平成16年から毎年制作しており、年末の風物詩として定着しています。市役所前におよそ20人が集まり、2班に分かれて門松作りに取り組みました。直径およそ80センチの鉢に竹林の間伐作業で切り出した千里の竹のほか、松や梅、熊笹、ハボタン、赤い実をつけた南天をあしらい、およそ1時間30分で高さおよそ 3.5 メートルのジャンボサイズの門松が完成しました。正面玄関前に飾られた門松は市役所を訪れる市民に迎春ムードを漂わせています。円照寺の鐘は毎日朝を知らせる行鐘と昼を知らせる鐘、夕を知らせる金鐘が鳴らされ、近隣の住人へ鐘の響きによって時刻を告げています。12月31日には除夜の鐘が打ち鳴らされます。近隣の人たちは円照寺の鐘が響き始めると、いよいよ年越しの瞬間が近づいたことを実感します。去りゆく年の幕切れと新しい年の幕開けとなる大晦日、円照寺の鐘の音は厳かにその時を告げます。心にしみる鐘の音色、2016年はどんな年になるでしょうか。年末年始、木戸さんどんなふうに過ごしました。私はですね、はい、年末の年越しそばに今年はなんとエビ天をトッピングしました。素晴らしい。イエイ。何素晴らしいのか分かりませんけれども松本さんはどうですか。僕も 1,2,3 とゆっくり休みましたね、本当ね、はい、初めてお年玉あげましたけれどもね。皆さんどんな年末年始だったんでしょうか。以上、特集お送りしました。ワンポイント
手話。今年もよろしくお願いします。ワンポイント手話。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ワンポイント手話。今年もよろしくお願いします。続いては毎回内容が変わる企画コーナーです。はい、11日更新分ではホームタウンガンバ大阪の取り組みをご紹介するマイタウンマイガンバをお届けします。それではどうぞ。いよいよ今年から市立吹田サッカースタジアムに本拠地を移して戦うガンバ大阪。今回のマイタウンマイガンバは新たなシーズンを迎えた選手たちから吹田市の皆さんへのメッセージをお届けします。吹田市の皆さん、明けましておめでとうございます。宇佐美隆です。去年は熱い応援ありがとうございました。今年からはスタジアム拠点が変わって、本当にガンバがどう変わっていくかっていう大事な時期だと思うので、今年も引き続き皆さんのサポートが本当に必要なので、熱い声援をよろしくお願いします。吹田市の皆さん、明けましておめでとうございます。ガンバ大阪の東口正明です。去年は、あと一本のところで悔しい思いをしたので、今年は必ず狙えるタイトルは全て狙って、やっていきたいと思います。今年も応援よろしくお願いします。吹田市の皆さん、明けましておめでとうございます。ガンバ大阪の近藤康之です。今年はタイトルにこだわって一生懸命頑張ります。応援の方よろしくお願いします。吹田市の皆さん、明けましておめでとうございます。ガンバ大阪の丹羽大輝です。今年は、最高だった年だと言えるスタートだと、言うにはやっぱり吹田市の元旦で優勝してると思って、この収録が、今、回ってます。今日はまだ12月ということで、来年にはなってないんですけど、これをあの皆さん見てるときは、おそらく、天皇杯の優勝で、美味しいお酒を飲んでるんじゃないかなと、思って、僕たちは頑張りたいと思います。1日優勝して、本当に最後のタイトルを取りたいと思います。今年は、来年は新スタジアムができるということで、また新たな、ガンバ大阪の魅力を、皆さんに伝えれるんじゃないかなと思うので、ぜひとも吹田市の、皆さん、本当に応援よろしくお願いします。吹田市の皆さん、明けましておめでとうございます。倉田修です。今年新スタジアムで試合ができるので、皆さん応援に来てください。よろしくお願いします。吹田市の皆さん、明けましておめでとうございます。今年は優勝を目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。吹田市の皆さん、明けましておめでとうございます。ガンバ大阪の遠藤です。今年はスタジアムも新しくなりますし、そこで、たくさんの、勝利を目指して頑張っていきたいと思いますし、できる限り多くのタイトルを取れるよう、日々努力していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。今シーズンは新スタジアムが吹田にできます。そういう意味ではこのスタジアムで我々もどんな、試合をするのか、またお見せできるのか、非常に楽しみにしてます。吹田市民の皆さん、ぜひ、一人でも多くの方がですね、スタジアムに足を運んでくれればというふうに思ってますし、また我々と一緒にですね、新しい歴史を作っていきましょう。今シーズンもよろしくお願いします。丹羽選手、安心してください。優勝してますよ。はい、おめでとうございます。ね、はい、1月1日、はい、2対1で天皇杯ガンバ大阪取りました。はい、2連覇ですよ。本当に嬉しいですね。ここはやっぱ譲れなかったですからね、はい、取りましたけれども、はい、でなんと今日は
プレゼントあるんですか？そうなんです。今回メッセージをくれた選手監督のサイン色紙をプレゼントいたします。ご希望の方ははがき、ファックス、メールに必要事項を書いて広報課までご応募ください。2月10日水曜日、決心有効となっております。たくさんのご応募お待ちしております。続いては吹田市からのお知らせです。吹田市、吹田市自治会連合協議会合同防災訓練を実施します。午前9時30分、上町断層帯を震源としたマグニチュード 7.5 の直下型地震が発生。市全域で震度6強、一部地域で震度7の大地震に襲われたと想定し、自治会ごとに避難訓練と安否確認訓練、情報収集・伝達訓練を行います。家庭で身を守る訓練などを行い、緊急避難集合場所に集合してください。日時は1月17日日曜日午前9時30分から10時30分まで。場所は自治会で決めた緊急避難集合場所及び地域災害対策本部です。なお、訓練内容やお住まいの地域の緊急避難集合場所及び地域災害対策本部について司法吹田1月号に掲載しています。詳しくは危機管理室までお問い合わせください。吹田市文化団体協議会60周年記念文化祭、出演者作品募集。中ホールの舞台発表と大ホールのカラオケ発表の出演者と短詩を募集します。舞台発表はすべての舞台芸術芸能ジャンルが対象で、1組10分以内6組まで募集します。応募多数の場合は選考を行います。カラオケ発表は1組2コーラスで15組を募集します。多数抽選です。対象者は市内在住、在勤、在学か市内に活動拠点を置き、同協議会未加入の個人・団体。申し込みは往復はがきに必要事項のほか、舞台の場合は舞台内容を、カラオケの場合は曲と歌手名を記載し、文化のまちづくり室までご応募ください。締め切りは1月25日月曜日必着です。短詩は川柳、俳句、短歌のいずれかで自由に作詞した作品を募集します。優秀作品は同文化祭で発表し表彰します。申し込みは必要事項のほか、応募部門と作品を書いて文化のまちづくり室までご応募ください。締め切りは1月25日月曜日必着です。詳しくは文化のまちづくり室までお問い合わせください。吹田総社城遺跡明和池遺跡発掘調査報告会。現在発掘調査を行っている JR 岸辺駅周辺の両遺跡のこれまでの調査成果などを報告します。出土品の展示も行います。日時は1月31日日曜日の午後1時から4時まで。場所は博物館、定員は先着120人です。詳しくは博物館までお問い合わせください。さてエンディングです。次回の放送内容どうなってますか？はい、次回の更新日は1月21日です。トピックスでは浜屋敷で七草がゆの振る舞いの模様や成人祭の様子など、特集は千里丘北小学校についてお送りします。はい、次回もぜひご覧ください。それではまた、さようなら。さようなら。